長崎ブラブラ節は長崎県長崎市に伝わる民謡。単にブラブラ節とも言う。江戸時代の初期から明治初期にかけて長崎市内を中心に歌われた作者不詳のお座敷歌で昭和初期にレコード化され全国に知られるようになり長崎くんちの本戻りに欠かせない長崎を代表する民謡となった。歌詞には長崎の風俗、風習、 時事が歌い込まれ、時代と共につけ、加わられて、姿勢で生まれた多様な歌詞が伝承されている。民謡を題材に、小説家、作詞家の中西彩が1999年に同名の小説を発表。同作は、同年の第122回、直木賞を受賞し、後に映像、舞台化された。1700年代に流行した、や中不死を起源として、 カ永年間に、矢田中不死から、ブラブラ不死へ変化したとされるが、定かではない。本山桂川女の長崎加害編に、ブラブラ不死の歌詞が、矢田中不死の題名で掲載されていることから、ブラブラ不死、長崎ブラブラ不死となったのはそれ以降であるとの見方も、ある1930年9月に町番、町県盤のゲーとつけにより吹き込まれた日本の本番が、 長崎ブラブラ節の初のレコードとなり、歌詞、歌い方ともに歌い継がれている、ブラブラ節と、ほぼ同様である。7ヶ月後の1931年2月、東県盤のゲーギー、愛八が歌った、日本ビクター版が出るが、歌詞は歌い継がれているものは異なる長崎の、名所名物やのどかな街の様子を歌った、長崎ブラブラ節は、 今日に至るまで様々な情景を歌い加えられて、歌詞は新旧合わせて40節を超える。演席で歌われるために、ブラブラ節の歌詞には、様々なバリエーションがあり、正確な歌詞というものは存在せず、自由度が高い歌である。いかに代表的な歌詞を挙げる。民謡題材に、小説家、作詞家の中西綾により執筆され、書質は、 オール読み物1998年7月号。単行本化にあたり大幅な過失を経て、1999年11月に文芸春秋より刊行された。第122回直木賞受賞作。2002年10月に文春文庫より、2003年10月に新潮文庫より文庫化されている。2000年に東映により映画化。 2001年4月28日にテレビ朝日で市原悦子ドラマスペシャル長崎ブラブラ不死と題してテレビドラマ化された。舞台では2001年11月に帝国劇場で2006年5月より明治座で2008年3月に東京芸術劇場で舞台化された。仕事の参考にするために全国の民謡を次々に聞く中で愛八の歌う。 ブラブラ節を耳にした著者は何の飾りもなくて聞き手にこびず潔く自分を投げ出した歌いっぷりそこに人生の喜びと悲しみを感じさせるエディットピアフに匹敵するすごい歌と衝撃にも近い感動を覚え小説執筆の着想を得た愛八と長崎学の詩学者小賀十二郎による長崎の古い歌探しの実話を下敷きに 互いに心を通わせつつも添い遂げなかった純愛物語を加えて脚色し作品化した。長崎、梅園身代わり、天馬宮に文学費が混流されている。日本三大加害の一つである長崎、丸山で10歳から奉公を始め、人気芸者となった名義、愛八は若手を教える立場になった頃。 長崎学の先駆者として知られた小賀十二郎から、長崎のイニシエカ歌場探して歩かんねと誘われ、コローラを訪ね歩く旅を始める。民謡、子守唄、隠れキリシタンの成果など貴重な歌を記録する旅の中で、忘れ去られ温泉町の老儀がかろうじて覚えていた、ブラブラフシと出会う。愛八の歌う、ブラブラフシは、民謡の取材をしていた詩人の 感銘を与え、西条のプロデュースにより1931年にレコード化される。その歌となお全国に広めた愛八は、やがて病によって、この世を去る。深町幸男監督、吉永さゆり主演で、東映の配給により2000年9月15日に公開された。観客動員が100万人を超えるヒット作品となり、興行収入は11.6億円を記録。 主演の吉永さゆりは、第24回日本アカデミー賞、最優秀主演女優賞並びに第43回、ブルーリボン賞主演女優賞を受賞した。劇中にて、大正時代の長崎くんちを再現、また、随所に、精霊流しやメガネ橋などの長崎の行事や名所が盛り込まれている。キャストスタッフ影響課外としての面影を、失いかけていた丸山が再び脚光を浴び、 異国情緒が売りの長崎において和の文化が再評価されるきっかけとなった。地図を片手に愛八の足跡を訪ねて歩く観光客が急増し人気の散策ルートとなったことで説明板の設置や石踏みの根流、梅園見代わり、天馬宮の一般開放などへとつながった。また書籍観光に続く映画公開、さらに梅園見代わり、天馬宮の300周年と重なって オイラン道中を復活させようとの機運が高まり、翌2001年には、長崎丸山花祭りが初開催されている。受賞歴、市原悦子ドラマスペシャル、長崎ブラブラ節と題して、2001年4月28日の21時から23時6分に、テレビ朝日にて放送された。本作は、放送文化基金賞のテレビドラマ番組賞、女優演技賞、 全日本テレビ番組制作者連盟主催の ATP 賞の最優秀賞を受賞している。キャストほかスタッフ東京、帝国劇場にて、定劇創立90周年記念、定劇11月特別公演として、佐久間良子の主演により2001年10月31日から11月25日まで上演された。キャストスタッフ東京、明治座にて、 石川さゆり特別公演として2006年5月4日から5月30日まで上演、続いて大阪、福岡、名古屋にて上演された。脚本、演出は金子良二。初めての本格的な芝居として本作に取り組んだ石川さゆりは歌探しを続けてきた自身を愛八と重ねつつ、本作を芸能生活の転機となった作品としている。 2010年7月に4年ぶりに再演し、7月22日の公演で上演200回に達して、歌手による同一演目の長期公演としては史上初となった。東京芸術劇場中ホールにて文学座公演として、平良江と渡辺徹の主演により2008年3月4日から3月10日まで上演された。2005年に文学座により舞台化された。 赤い月に続いて、中西彩が自ら脚本を手掛けている。2012年1月から6月にかけて、地方公演にて再演されている。キャストスタッフ、宮川光義。長崎の歌長崎ブラブラフ氏。長崎ウェブマガジン、長人、長崎市。2017年11月20日閲覧。AB 宮川光義。長崎の歌詞は、長崎ブラブラフ氏。 長崎ウェーブマガジン、長ガ長崎市、2017年11月20日閲覧。AB 山本孝一、愛の旅人、中西彩。長崎ブラブラ不愛八徳が十二郎、長崎丸山、朝日ドットコム。 http://www.asafi.com コロンススララッッシシュュスラッシュトラベルスラッシュトラベラースラッシュ tky200702030141 と html2017 年11月21日閲覧。abc 旅するシネマ長崎ブラブラフ氏深町幸男監督 佐賀新聞ライブ、http コロンスラッシュスラッシュ www.saga-s.co.jp スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ34652017年11月23日閲覧。2000年興行収入10億円以上番組、日本映画制作者連盟、長崎で撮影された、作品映画、長崎ブラブラフシ。 長崎観光旅行ポータルサイト長崎旅ネット。長崎県観光連盟長崎県文化観光、国際部観光振興課。2017年11月23日閲覧。長崎の繁華街で、オイラン道中長崎女子高校流踊り部、女みこし、巡行も。長崎経済新聞。 https://nagasaki.keiza.biz/headline/1435/2017 <ッ><ッ>年11月23日閲覧。藤崎明子。デビュー37年、石川さゆり。歌探しの旅。果敢に。朝日新聞デジタル。 h t t p w w w a s a h i c o m s h o w b i z m u s i c tky200904090172 h t m l 2 0 1 7年11月23日閲覧。石川さゆり、再演に手応え。共演、淡路稽古にプロ魂見る。日テレニュース24。 h t t p w w w n e w s 2四 j p e n t e r t a i n m e n t n e w s 一六一2六九九 h t m l 2零一七年十一月十一日閲覧。石川さゆり、長崎ブラブラ節が、上演2百回スポーツ日本、2010年七月2三日、中西綾、舞台への熱気。 思い心の鎧脱ぎ捨て祭りに参加を。サンスポーコム。http:/www.sanspo.com コロンススララッッシシュュスラッシュグルメスラッシュクラブスラッシュ 080229.html2017 年11月21日閲覧。ありがとうございます。